外に健康そうな格好をしなくていいですよ、ね、だってあなた重病人なんですから。私はもうそんな救急車なんか呼ぶの恥ずかしいと、自分で運転して病院まで行きますわって言ってたらこれ危ないですよね。もうフラフラで汗だらけになりながら一生懸命こうやって運転してたらですね、余計事故になったら大変なことになるじゃないですか。佐藤哲也先生、天台教学の大家、文学博士でございます。しかるに教に門というは、主上仏願の正気本末を聞きて疑心あることなし、これを門というなり。信心というは、すなわち本願力エコーの信心なり。一念というは、信心二心なきがゆえに一念という、これを一心と名付く。一心はすなわち正常法度の信因なりと。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。皆様ようこそお参りくださいました。本日もさくらんぼの仏教部屋の始まりでございます。ずっとですね、この信心についてお話を進めてまいりまして、今日はいよいよ親鸞様のご信心のお話になります。この浄土真宗で一番大事なところになりますのでね、どうぞお付き合いいただきたいと思います。親鸞様の信心にはこの5つのポイントがありますのでね、どうぞお味わいしてみてください。まず1つ目、信心というのはですね、私たちが極楽浄土に生まれるか生まれられないか、この信心のあるなしによって決定いたします。最もこのご信心が大切になってきます。そして2つ目です。信心というのは、南無阿弥陀仏のお言われを聞いて、そして疑う心のなくなった状態、これを信心と言います。そして3つ目、信心というのは、私が信じますという私の心ではありません。これは阿弥陀様の真実なるお心、その阿弥陀様のお誠の心をですね、私たちはいただくんですね。ですからこのご信心は阿弥陀様からの賜り物なんです。そして4つ目なんですけどね、信心欲しい信心欲しいって言いますけれども、信心というものがどっかにあるんかということではありません。あるのはただ南無阿弥陀仏があるだけなんですね。この南無阿弥陀仏を疑いなく受け入れた姿を信心と言います。そして5つ目です。このご信心をいただくときに一番邪魔になるのは何かと言いますというと、私たちの自力の心、これが邪魔になるんですよ。以上の5つのポイントがありますのでね、順を追って説明させていただきたいと存じます。このですね、親鸞様の得意技というのがあるんですね。これは何かと言いますというと、送り金を変えてですね、読み替えをしていくというのがね、親鸞様の一番のお仕事になります。まず親鸞様が一番大事になさいましたお経様といいますのは、浄土三部経の中の無量寿経の下巻にあります本願成就門、これを一番大事になさるんですね。それを独自の読み替えによってですね、独自の親鸞様の信心の世界が開けてくるんですね。まず現代語版でこれをね、普通の読み方をしてみたいと思います。まず、もろもろの人々がその名を聞いて信じて喜んで、一回でも念仏して心からその功徳をエコーして阿弥陀仏の国に生まれたいと願うなら、お浄できますよ。そしてお浄土で不退転の位に至るのですよ、と読めるんですね。しかしこのところをですね、親鸞様はエコーしのところをエコーしたまえりというふうに変えましてですね、エコーしというのは私がエコーする、でそのお念仏の功徳をですね、振り向けて私が極楽に生まれることに振り向けるんですが、この読み替えによりまして、私じゃなくて阿弥陀様がお誠心で、ね、仕上げてくださった南無阿弥陀仏、これを私たちにくださる。ですから阿弥陀様からのいただき物であるというふうに読み替えていくんですね。そうしますというと、このように変わってまいります。もろもろの人々がその名を聞いて信じ喜び、一回でも念仏する、
これはすなわち阿弥陀様が誠の心を持って私たちにエコーしてくださったんだ。だから私たちがお浄土に生まれたいと思ったその瞬間に往生する身に定まるんですよ。そしてこの世で不退転の位に住することができるのですよ、というふうに読み替えていくんですね。これが親鸞様のお仕事なんですね。よくですね、どうしたら信心いただけますでしょうかっていう方がいらっしゃいます。そういう方には必ずお言わせていただきますのは、はい、お聴聞してくださいっていうんですね。ご法話を聞いてくださいっていうことです。聞くということです。で、最初の五問のところにね、聞くってありますね。これは何を聞くのか。仏願の正気本末。まだ難しいですね。何かと言いますと、要するに私たちは大昔から迷い続けてきたんだと。ね。そしてこれからも未来永劫、決してお悟りの世界に行くどころか、この迷いの世界を絶対に逃れることはできないんだ。ね。そしてそれを哀れに思われました阿弥陀様が、南無阿弥陀仏を私たちにお与えくださった。ね。そしてお浄土に迎え取ってくださる。それを聞いて、ああ、助かった。と疑いの晴れた状態。これが聞くということです。仏願の正気本末を聞いて疑いなき状態ですね。そして三つ目ですね。この信心というのは何か。私たちが信じるという言葉、心ではないんですね。これは阿弥陀様が私たちにくださった信心なんです。ですから信心をご信心って言いますね。私たちの心にご信心なんていうのおかしいですよね。阿弥陀様からいただいた誠の心だから、だからご信心って言うんです。南無阿弥陀仏の行も、そしてその信心も、すべて阿弥陀様からいただいた賜り物でありますよ、というふうにね、味わっていくのが親鸞様のご信心なんですね。そして4番目ですね。信心がどっかにありますかって言ったって、信心ってものはどこにもないんです。あるとすれば、それは南無阿弥陀仏があるだけなんですね。実はその南無阿弥陀仏の中に全部の信心がね、込められているんです。まず18願の中にあります三心っていうのがありましたね。四心、心行、欲生という3つの信心があるって言いましたね。それが全部ですね、南無阿弥陀仏の中に込められているんですよ。四心というのはですね、心行の体得であり、で体なんですね。そして心行というのは心のその姿であります。そして欲生というのは、往生は間違いないですよと安心する思いのことであって、心行の中に備わる義、ね、その意味を別に開いたものだとされております。ですから四心、心行、欲生というとですね、その呼び名は違っていますけれども、その心はこれ一つなんですね。このように南無阿弥陀仏の中に込められているわけなんです。ですから私たちはその南無阿弥陀仏をいただく、そのままが信心をいただくということになるんですね。ここのところを成就門では1年と言われたと解釈するんですね。ですからね、南無阿弥陀仏以外に信心はないんですね。ここのところですね、親鸞様をお手紙の中にこのように書いておいでになられます。信を離れたる行もなし、行の一年を離れたる真の一年もなしとおっしゃってますし、ここのところ、蓮如上人は、真を取るというも、この六字のうちに木漏れりと知るべし、さらに別に信心とて六字の他にはあるべからざるものなり、というふうにね、蓮如上人もおっしゃっておられます。ですからどこに信心がありますかというと、南無阿弥陀仏の中に込められております。それを素直にいただくということが信心なんですね。そして私たちがその南無阿弥陀仏をいただいて生まれたいと願うその時、この時に往生が決定するんですね。
ひとたびこのご信心をいただいたならば、必ずお浄土に往生できる、その仲間入りをさせていただくのですよ。不退転の位にこの世でつくことができると親鸞様は味わわれます。これを現象生成就という言葉で言われておりますね。ですから、この南無阿弥陀仏を素直にいただくというのが一番大切なことになってまいります、ね、何万陀仏があるにもかかわらずですね、私がたくさん唱えて頑張って頑張って唱えましょう、その功徳によって生まれましょうなどという自力の心は全く必要ありませんよ。逆にね、そういう私がやった、私が頑張ったという自力の心があれば、逆にその邪魔になるというふうに親鸞様はお考えになられました。そしてもう一つですね、鮮やかなこの読み替えをなさる部分があるんですね。これは禅道様の御門の中にね、あの法然上人の信心のところでお話しさせていただいた御門がありますね。外に健全精進の僧を現じて、内に苔を抱くことを得ざれという言葉がありましたね。外に賢い姿、善良なる姿、そして頑張ってる姿を表しておきながら、心の中に嘘偽りを抱いていてはダメですよという厳しい御門が禅道様の御門にありましたですよね。そこのところを法然様は和らげてお示しくださいましたが、同じように親鸞様はここで鮮やかな読み替えをすることによって独自の世界を展開していくんですね。どのように読み替えるかと言いますというと、外に健全精進の僧を現ずることを得ざれ、内に苔を抱ければなりというふうに読み替えていくんですね。これはどのような意味になるかと言いますというと、外にですね、賢くて善良そうでさも頑張っているような姿を取り繕ってはいけませんよ。だって心の中は嘘偽りばかり抱えているじゃないですか。だいぶ変わってまいりますよね。でも親鸞様をですね、この二種人心をしっかり味わうことによって、そう読まざるを得ないと味わわれたんですね。逆に言ったらこのように読みなさいよというのが禅道様のご本心なんだと確信を持っていたと思いますね。ではその二種人心を説明いたしますとね、気の人心と法の人心というのがありましたね。まず気の人心というのは罪悪人中の凡夫、私たちね、決してその迷いの世界から抜け出ることができない、ね、そんな私たちがですね、どうして一点の曇りもない真実なる心、至上心などを起こすことができるんだろうか、これが親鸞様の問いであったわけなんですね。そして法の人心、もし私たちの中にそのようなね、真実なる心、至上なる心が起きたとしたならば、それはとてもとても私たちが起こした心じゃないはずだ。とりもなおさずそれは阿弥陀様からいただいた頂き物の心に違いない。こう味わっていくんですね。そしてさらに、自分で真実なる心が起こせるんだなんて思っているうちは、阿弥陀様の心を、ね、頼みにする心、頼りにする心は決して起こってこないんだと味わっていかれるんですね。この二種人心をですね、救急車と病人に例えたらどうかなと思うんですけれどもね、まず気の人心からいきましょう。自分というのはですね、重病人だとね、それをちゃんと知りなさい、ね、あなたは一人では病院には行けないんだ、ね、救急車が来てもらわないとあなたは助からないんですよというのをちゃんと知る、まあ、これが気の人心だと思ってください。そして法の人心、そのような重病人をこそ、ね、迎えに行って、そして病院に連れて行って手当てをして健康な体に戻しますよ、それが法の人心ですね。それをちゃんと信じてくださいねということができると思うんですね。その時に、ね、先ほどの御門のように外に健康な格好をしていて中身は患っていてはダメですよという言葉って
ちょっとおかしくないですか。先ほどの西陣氏とちょっと違いませんか。だって病人なんですからね。そこのところ親鸞様はこう読まざるを得なかったんですね。健康であったら救急車のお世話になる必要はないですよね。逆に健康な人がねえ救急車に乗っちゃダメじゃないですか、ね、病人だから迎えに来てくれるわけなんですからね。だからこのちゃんとした読み方、本当の読み方というのは、親鸞様の読み方というのはこうです。外に健康そうな格好をしなくていいですよ、ね、だってあなた重病人なんですから、という読んだ方が自然ですよね。救急車が来てくれなければ自分の力では絶対病院に行くことすらできない重病人なんですから ね。だから救急車を呼びなさいよ、ね、感謝しなさいよ、恩を忘れてはいけませんよ、という御文だと味わうんですね。まあ、例えばここにですね、自力の心を出しましてね、その救急車が近所まで来てピーポーピーポーって来たらかっこ悪いと、だから私はもうそんな救急車なんか呼ぶの恥ずかしいと、自分で運転して病院まで行きますわって言ってたら、これ危ないですよね。危なくないですか。もうフラフラで汗だらけになりながら一生懸命こうやって運転してたらですね、余計事故になったら大変なことになるじゃないですか。ですからね、この西陣神では自力の心を交えてはダメですよ、というのを親鸞様が一番言いたかったところなんですね。無べなるかなと思いますけどね。いかがでございましょうか。親鸞様のそのような味わい方、私はこれは正しい読み方だな、素晴らしい、これこそが本当の西陣神の味わい切った人のお言葉だと私は思うんですけれどもね。昔ですね、父から聞いたこういう思い出話があります。昭和18年、だんだんと戦争も激しさを増す頃になりました。父は当時龍谷大学に入学するためにですね、京都へと上京していったんですね。もう試験には合格しております。あとはその入学手続きをすればいいだけということでね、龍谷大学に行きまして、そこの受付のところでいろいろと話をしておりましたら、職員さんにこのように言われたそうですね。京都市内にどなたか身元の保証人になってくださる方はいらっしゃいませんか、と言われましてもですね、もう田舎から出てきたばっかりで、その京都市内に知り合いなんかいないんですね。そして、いや、おりませんが、と言いますと、言うと、そうですか、それじゃあちょっと入学手続きは保証人がないとダメですね、と言われました。ダメだと言われたって、そんなどうしようもないわけですよ。困り果てましてね、父はね、どうしようかどうしようかって悩んでたって言います。途方に暮れまして、その出たところのですね、階段に座ってね、困った、どうしようか、このままじゃもう入学できんな、保証人たってそんなすぐに見つかるがないのに、困ったってやってたって言うんですね。困ったって言っておりましたら、その前に一人の老人がですね、立ってこっちを見てるって言うんですね。そしてその老人がその父に話しかけてきました。君どうかしたのかねって言いました。その時の父の反応は、ね、正直な気持ちは、なんやこのじいさんと思ったらしいですね。なんやこの忙しい時にほんまに人が困ってんのに、まあ一言だけ言ってみるか、実はですね、ここまで来て入学はできると思ってたんですが、保証人がいないために入学はできないって言われたんですって言いました。そうしますとその老人がですね、あ、そうかね、そしたらね、私と一緒に来なさいって言うんですよ。え？と思いましてね。そしたらもう老人はとっと自分が先にですね、その龍谷大学の中に入っていくそうなんですよ。ほんで、まあしょうがなしについていきました、父はね。そうしますとその老人がですね、受付の係の人にこのように言ってらっしゃったそうですね。で、入学するには保証人がいるんだね。そしたら私が保証人になりましょう。え？
先生、それは、いいからいいから、ここに私のハンコを押せばいいんだね。ああ、分かった分かったと言ってハンコを押してくださったと言います。そして悠々と勉強しなさいよ、ほいじゃと言ってその老人が立ち去っていきました。それを見送りました父とその職員の方がね。その職員の方が父に向かってこう言ったそうです。君、感謝しなさいよ。あの人はね、佐藤哲也先生と言ってね、この龍谷大学の学長さんなんだよ。君、感謝しなさいよって言われたそうです。そうです、龍谷大学名誉教授、当時の龍谷大学の学長さんでありました佐藤哲也先生、天台教学の大家、文学博士でございます。どこのでもわからない父の保証人になってくださる、そんな奇特な人は京都中探したって言わしません。しかしそんな身の上を憐れんで、学長御自ら私があなたの保証人になりましょうと言ってくださった。あなたの責任は私が全部取りましょう。父のハンコは何の役にも立ちませんが、龍大学長佐藤哲也先生のハンコに文句をつける人はただの一人もおりません。条件なし、差し支えなしのハンコ一つを押してくださった。あれ嬉しや、あれもったいないやと思わずお念仏がこぼれたと申します。最初はなんやこのじいさんと思いましたが、おお間違い、学長様でございましたかと聞いたまんまが問足し、疑い晴れたのがこれが信心でございます。自分の手柄は微塵もそこには入ってはおりません。いただくまんまでございます。80になろうというその父がですね、60年も昔の話を酔うたびごとに寒涙にむせびながら何度も何度もお聞かせいただいたお話でございましたがね。さあ、いかがでございましたでしょうか。親鸞様のご信心、少しはお分かりいただければ幸いでございます。5つのポイントがありましたね。まず1つ目は、このご信心のあるなしによってお浄土に生まれられるか生まれられないかが決定する一番大事なのがご信心でございます。そして2つ目、南蛮陀仏のお言われを聞いて、ねえ、疑いの晴れた状態、これこそが信心でございます。そして3つ目、私が信じますという私の心ではありません。阿弥陀様が真心を込めて私たちにお与えくださった南無阿弥陀仏ね、すべて南無阿弥陀仏も信心も阿弥陀様からの賜り物なんですよ。これが信心でございます。信心欲しい、信心欲しいと皆さん申されますけれども、どこの世界に信心があるかという話ではなくて、あるのはただの南無阿弥陀仏、その中に信心もすべて込められて、いただくまんま疑い晴れたのが信心でございます。そして5つ目、信心をいただくときに邪魔になるのが自力の心でございます。南無阿弥陀仏のお言われを聞く一つが信心の近道でございます。さあ、どうでございましょうか。お分かりいただけるとありがとうございます。それで次の動画はですね、皆さんいろいろですね、ご信心について悩みをお持ちだと思います。それをですね、イエスノーで答えるお悩み診断テスト、ご信心版みたいなのをね、作っていこうと思いますのでね、ご期待していただければと思います。今日の動画気に入っていただけましたらグッドマーク、そしてもっともっと気に入っていただけましたらチャンネル登録をいただきますとですね、新しい動画ができるたびにね、通知がいきますのでね、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。南蛮陀仏、南蛮陀仏、南蛮陀仏。